よろしくお願いします。ニコちゃん、はい、爽やか笑顔でみんなのこともつられて笑顔にさせちゃうぞ、黄色担当高橋希子です。よろしくお願いします。ニコちゃん、はい、お菓子が主食、いつもどこでも寝れます、緑の担当綾瀬夏美です。よろしくお願いします。なんちゃん、はい、皆さん盛り上がってますか。イエーイ。おいしいもの食べてますか。いっぱいある、いっぱいある、ね、今日はかけへしということで、メンバー4人いるんですけど、メンバーのうち私たち2人が宮城今日宮城からね、今日宮城から、はい、来ました。来たので。そうだよ。そうですね、ちょっとここでさ、牡蠣、美味しい宮城の牡蠣にまつわるエピソード聞きたい教えて。私何さ、パンセってパン屋さん知ってる？分かる分かる。東京にはないのかな。
パンセってある？見たことないけど。あ、聞いたことないんだ。聞いたことない。ローカルパン屋さんなんだ。そう、宮城にあるパン屋さんでね、なんかね、そこにね、噂有名なね、牡蠣のね、なんだっけ。あ、そう、あの牡蠣カレーパンでしょ。そう、牡蠣カレーパンが売ってるんですよ。あの松島の、なんか松島ってあのね、結構有名な観光名所みたいなとこ、松島のなんかパンセで、え、なんで笑ってんの？なんか松島のパンセっていうパン屋さんでなんか牡蠣カレーパンっていうのがあって、それがめっちゃ美味しいんですよ。そうそう、めっちゃ美味しい。それで宮城来たらみんなね、松島観光しに行ってってほしいなって、ね、今日それ10名様にプレゼントとか松島にされてから、ね、プレゼントみたいな。じゃあいいよ、自腹で。あと、あ、自腹じゃない、社長に頼んだから。さすがに子様、ありがとうございます。社長に頼んだけど、でもまだいっぱいあるのかな。いっぱいあるじゃない。ね、なんか光ってて見えない。いい光だね。そうだね、いい光の中ライブできていいね。いいね。じゃあうちらも後で食べに行きましょう。はい、ちょっとライブをして。聞き酒ある。あ、お酒も飲もうね。聞き酒、みこさんの得意な。ちょっとすいません、自分あれに入っちゃいましたけど。それでは続いての曲いきたいと思います。それでは聴いてください。非公式で君と恋したい。片思いでも片思いじゃない。目と目合ったあの時から、ハートがキュンキュン、ドキドキチクチ、非公式で君と恋したいです。
表させてください。はい、かけフェス2024明日も出演させていただきます。やったー。はい、明日はね朝10時半からトップバッターなので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、とその他ライブ情報は私たちの SNS、インスタグラム、X にて更新しております。とひらがなでハッシュタグせーのタウンシャウンと検索していただけるとアカウント出てきますので、ぜひチェックして、初めましての方はいっぱいフォローしていってください。お願いします。お願いします。やっぱりこの後そちらのテントの方で絶対もあります。30分だけちょっとやるんですけども、ご新規さんは席が無料となっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それでは以上、私たち炭酸水でした。ありがとうございました。